小瀬川は、広島県と山口県の県境付近を流れる一級河川の本流。小瀬川2007年12月2日、撮影小瀬川は、古代から秋国と巣王国の境になっており、広島県側では、日の川、山口県側では、小瀬川という故障で知られていた。河口の大竹市では、一つの川に二つの名前が存在した例は、全国でも珍しいとしている。 この川は旧秋国と須王国の国境になっていて、河川法上の交渉は小瀬川であるが、広島県側では木の川、山口県側では小瀬川呼ばれてきた。山陽道がこの川を渡る地点では、広島側の木の村と山口側の小瀬村との間に、芸房の渡し船が通じていた。これを秋国、広島半側では木の川渡し、巣王国、 長州藩川では、小瀬川の私と呼んでいた。安政六年の安政の大国で、江戸へ護送されることになった、吉田松陰は、そこで一句残している。夢寺にも帰らぬ席を打ち越えて、今を限りと渡る小瀬川、吉田松陰。1893年、地学雑誌第五巻第三号には、小瀬川は、その上流を木の川というとある。1968年、 河川法制定に伴い一級河川指定の際に、小瀬川に定められた。大竹市歴史研究会によれば、この時おそらく川の名称は河口に向かって、右岸の地名を当てるという、国の行政上の原則に従って、小瀬川の名称が採用されたという。かつて国が、木の地区内に一級河川小瀬川の看板設置を試みたが、木の地区住民が、木の川なら、 土地を提供すると拒否したとの逸話があるという。1982年に中国新聞社が刊行した広島県大百科事典では、広島県内でも小瀬川の故障が定着し、木の川あまり使われなくなったとしている。口述のように、この川は古代から秋国と巣王国の国境とされており、天平6年にも国境と定められたという記録がある。 これは、当時の洪水で稼働が移動してしまったために、この時改めて国境を定め直したのだろう、と推測されている。慶長5年の関ヶ原の戦いの結果、秋、諏を含む中国地方を支配していた毛利氏の所要が分割され、川は、秋国広島藩と諏訪国庁周藩の領地境となり、国分けの川となった。川はしばしば氾濫によって、稼働を変え、 慶長16年以降、両藩の間で境界をめぐる紛争が頻発した。文政2年から3年頃の調査をもとに編纂された国軍士課長軍辻垣田市長では、大川や小境川との故障を記録している。古代には大竹川と呼ばれていた。延暦16年成立の俗日本紀には、天平6年9月16日の城に大竹川を持って、 秋国とス王国の国境とした、とある、九月期の犬、セス、安芸、数王の二国もって二大竹川おほたか配置を、ためにせよくの境と和也。俗に本木巻十一慶長年間の、原告遠隔誌は、川口部の川筋が現代とは異なって、山裾を流れていたことを示唆しており、現代は、小瀬川によって隔てられている。 広島県大竹市と山口県久賀郡和基長が、かつては地続きだったことが記されている。広島県側の大竹村は、鎌倉時代の県時3年年の佐伯助広処分場には、大竹と記されている。大竹と書かれることもあった。一方、山口県側の和議は、天正16年の県地町には、総大竹、須王大竹と記され、京方年間の資料。 蔵ホーム村木にも、旧名大滝村とある。室町時代初期の王安四年、今川貞代,代が九州短大として下校する途上、当地を通った。貞代,代の複数の寄港文に、この川が、秋国、須王国の国境の川として言及され、大谷、おほ滝川などと記している。大谷とて、岸高木んが流れ出てみゆこれより、津王の坂一猿、 今川両春、道行ぶりを穂滝川とて、秋と数王の坂日の川、今川両春、六王院伝五福島参力高王元年3月11日上、流路鬼ヶ城山やら関山などが連山する、広島県八日市市基町飯山に源を発し、広島、山口県境を南流し、八坂ダムで東流に転身し、広島湾に注ぐ。 流域面積340平方キロメートル、三木川流路延長59キロメートル。本流小瀬川と一時支流九島川とが形成する Y 字型の三木に樹脂状の支流がつく、流域形態になる。以下、本流及び主要な支流にある市町村を上流側から列挙する。上流域風景左岸、広島県八0日市市、浅原、右岸。 山口県岩国市三和町鎌ヶ原。新宿湖。源流は鬼ヶ城山付近、飯の山ダム。そこから南西流し、広島県八日市市良山で国道186号と合流すると道に沿って南流に転進する。八日市良山で右岸側から中道側が合流。そこから南東に転流する。羅環境の中を進み。 左岸廿日市市クリスで大虫川が合流。合流後南みに、天流市、廿日市市原で西に、天流する。そこから左岸廿日市市朝原で府の川が合流。左岸廿日市市朝原、右岸山口県岩国市三和町で川が県境となり、小瀬川ダムに入る。源流から小瀬川ダム、および一時四竜区島川渡しの瀬ダムより、上流側にあたる。 中国山地赤両部から再起山地に流れ下る地点に位置する。源流付近は比較的緩やかに流れるが、そこから急となり山合い、渓谷の中を流れていく。中流域風景左岸、広島県大竹市、栗屋町大栗林、右岸、山口県岩国市三和町鎌ヶ原、八坂峡左岸、広島県大竹市後ろ板に、右岸、 山口県岩国市三は町岸根。八坂湖。小瀬川ダムから国道186号に沿って、南流、左岸広島県大竹市、クリア町に入る。そのまま南流し左岸大竹市、クリア町横尾で、旧島川が合流し、ジャバミリワに入り、さらに、南流し、八坂橋に入る。南流後、八坂ダムに入る。八坂湖内で東に、転流する。 小瀬川ダム及び、私の瀬ダムから、八坂ダムまでにあたり、埼玉山地内に位置する。川床勾配は、部分的に上流より急となり、小瀬川と旧島川がほぼ平行に流れ二つが合流すると川水が川床を深く浸食したことで、得意な景観が形成された。下流域風景砂岩、広島県大竹式の一丁目、右岸、山口県岩国市尾瀬、 掛け替え前の両国境、佐賀、広島県大竹市東栄二丁目。右岸、山口県久賀郡は基調は六丁目。潜入打行しながら東流。佐賀も大竹市暴力、右岸岩国西こ瀬で南西に大きく転流する。右岸側が、山口県久賀郡は基調関が浜に入ると東に、天流市、東流から川口となり、広島湾に流れ込む。八坂ダムから下流にあたる。 注意面から川口の平野に流れ下る地点に位置する。川床勾配が緩やかになるとともに大きく蛇行していく。河川が形成した三角州としては小さく、江戸期以降の干拓、埋め立てにより、河口が伸びた。気候区分としては、瀬戸内海式気候にあたる。ただこの地は、南側分後水道からの断湿流による降雨と、 北西側日本海からの季節風による降雪により、中国地方の中でも多雨域の一つに挙げられている。これに、梅雨、台風による降雨が加わる。年間降水量は、上流域で約1900ミ、mm、リメートル、下流域で約1600ミ、mm、リメートル。水域累計は、河川は、源流から、下流前淵橋までが、AA 型、前淵橋から中市くらい石までが、 A 型、そこから川口までが B 型に指定されており、河川については環境基準を満足している。故障は、小瀬川ダム貯水池が全域 A 類型、窒素リンミ類型、八坂ダム貯水池が全域 a a 類型、窒素リンミ類型に当てはめており、双方とも COD75% 及び全窒素、全ンいずれも高く、 環境基準値を達成できない年度が多い。青、大瀬川水系、赤、西木川水系、青印、大竹断層の位置。以前はすけ、坂川を今と逆方向の西に流れ、西木川水系渋熊川に合流していた。クリップ流域地形図地質は、八坂橋でほぼ2分され、北側が中世大白亜紀の広島河口岸類。 南側が古世代から中世代ジュラキの連番岩を主とする熊荘群で構成されている。流域の約6割が河口岩になる。川口部の平野は、お奇層。流域の地形は、冠山,山山地の高位面、埼玉山地の中位面、瀬戸内海沿岸の低位面の3段からなる。それぞれの面から流れ下る地点で渓谷が形成され、潜入打交流路となっている。 また地形的特徴として、もともと、小瀬川上、中流は、西木川に流れ、小瀬川下流が、河川争奪したことによって、現在の流路を形成したことが挙げられる。クリップ下流部。潜入打工が発達、大竹断層に沿って、南西側に流れる。川口部の中石平野は小さい。川の名前の由来である、岩国市小瀬地区は、写真左端付近にあたる。 かつて、小瀬川上、中流は原野坂ダム西側の支流さ、坂川の河国を通って清流し、西木川水系渋熊川の河国に入り同水系、小豪川の河国から西木川に交流する流路であった。後、小瀬川の下流側から谷頭新食が、原野坂ダム付近まで到達して、小瀬川上、中流部を河川争奪した。さらに谷頭新食が進み、すけ、 坂川の流れが倒流となり、現在の小瀬川に流入する形となった。争奪面積は約300平方キロメートル。山口県岩国市三和町支部前がその名残となる、風撃であり、谷中分水海が存在する。小瀬川下流右岸岩国市小瀬から右岸は基調にかけて、闘進していた流れが急に南西進となりしばらく、進んで再び闘進するが、 この南西に進む流路は大竹断層と一致する。なお、西木川本流、旧山陽道、山陽新幹線、山陽自動車道も部分的にこの断層に沿っている。両国境付近を境に上流側がすべて山地河川、下流側が都市河川になる。川床材料は全域でおおむね石、れ砂が主体であり、経年変化で見ると変化は見受けられない。 川床の縦て横断経年変化で見ると、1990年代以降安定している。流出土砂による川口部の閉鎖は発生していない。小瀬川本流と四流九島川が合流する地点にあるジャバミーワでは、大穴が多数見られる。全域でアユが確認されており、産卵場が点在する。ただし朝霞ダム、渡野瀬ダムには魚道がないため、それより、 上流にいる鮎は陸風である。上流にはアマゴも生息する。河口には白魚の産卵場があり、周辺では白魚漁が行われている。なお一般的には白魚胡椒であるが、流域での方言では白魚と呼ばれる。流域の96%が産地に区分される。流域の植生はほぼ二次林。自然植生は標高800メートルから1100メートル付近に、 犬船林が羅漢橋付近の急斜面で高山木林が見られる。下流の干潟にはまとまった植生は存在しない。鳥類は山蝉や川蝉など、山間の渓流環境を好む川ガラスが下流域でも確認されている。河口の干潟を鷺類、シギ類、千鳥類などが餌場、休憩場して利用している。河川水辺の国勢調査において確認された。 種の保存法、文化財保護法、環境省、山口県、広島県の各レッドリストに登録されている特定種の数は以下の通り、内気象野生動植物種としては、オオサンショウウオ、マルバの木が確認されている。上流では、月のワグマや熊高と豊かな産地を象徴する生物が確認されており、また、ラカン渓谷の渓谷植生、二次支流七瀬川の 万古系の渓谷植生といった貴重な植生も存在する。一方外来生物法で特定外来生物に指定されている黄金系菊、大房も八坂ダムや中市関でブルーギルオークチバスが確認されている。かつて八坂峡の上流側にある鎌ヶ淵で川真珠貝が生息していた。当時は世界で最も南変した生息地であり、1942年に 広島県の天然記念物に指定されていた。ただ1951年のルース台風によって起こった土石流の堆積によって壊滅状態となり、後尾瀬川ダムや渡野瀬ダムの建設による流域の環境変化によって絶滅したとみられている。自然公園等の指定状況では、三倉岳県立自然公園、万古系県立自然環境保全地域、 万古系朝獣保護区、大峰山朝獣保護区、三倉岳朝獣保護区、羅漢山朝獣保護区、八坂朝獣保護区などに指定されている。小瀬川木の水辺の落光、旧西国海道渡は付近にあたる、流しびの会場でもある。ここの情景と松陰影の区をもとに、大竹市出身の石本美幸が、矢切の私を作詞した。小瀬川流域の渓谷は、 交通の便が良いため春から秋にかけての行楽シーズンでは賑わう。流域に公園、浸水施設が整備されており、それを利用するものも増えている。大竹市川ではひな流しの習慣がある。2014年度の国交省直轄区間での河川、空間利用実態調査によると、利用形態は散策等が、利用場所別では、堤防が多い。水面、 水際での水遊びは減少している。以下、2019年度新しい水質指標による年間の総合評価を示す。流域の使用産業は近代までは農業であり、小瀬川の川水は重要な資源となった。また、小瀬川流域は、産地が多く高地が強小であること、流量が豊富で緩やかに流れること、中流の山城が、高度蜜股の産地であったことから、和紙生産が、 盛んになった。その始まりは、中世末期から、近世初期のことで、広島藩、長州藩は奨励するとともに、千培制して管理し、小型紙の名で大阪に出荷していた。廃藩治験後、千培制がなくなったことで生産者は一気に増え、最盛期は大竹川で1000件を超えていた。豚屋製菓内工業での生産が進んだ後、有志により、 株式会社が創設され、マニファクチュアが進み、これが現代に入り、下流での紙、パルプ製造会社へと続いている。逆に不況と機械化、安価な外国産原料の導入により、手すきわしは衰退した。また、近世の干拓、近代以降の埋め立てによって造成された下流の平野部には、近代に山口県側に、旧陸軍の石油生成と、その研究施設が、 広島県側には、海兵団、海軍潜水学校など旧海軍施設が設けられ、川密がそれらを支えた。小瀬川流域での現代的な上水道施設も、最初は、旧海軍用として整備されたものである。戦後、それらは、民間転用、そして各自治体による、積極的な工場誘致によって、日本初の総合石油コンビナートである、岩国。 大竹地区石油コンビナートが形成された。小瀬川が国境となったのは天平6年のことである。1939年に書かれた原告遠隔詞によると、近世以前の小瀬川は、現在の大竹市の北山6に沿って流れ、河口は現在よりも北側にあり、現在の河口である大竹と和際は一続きであったという。そこは大竹村と呼ばれる一つの村であった。 その後、繰り返す洪水によって、現在の川筋が移行し、現在の川口部が形成され、大滝村は川によって、秋国大竹村と須王国秋村に分けられたという。こうしたことから大滝、脇ともに密な関係にあり、近世まで小瀬川が国境として意識されていなかったという。安土桃山時代、双方ともに、利氏の支配下にあった。 関ヶ原の戦いで敗れた毛利氏は、傍聴に州に減放され、毛利氏が治めていた秋には、福島市ついで、朝野市が封ぜられ、都合と秋は、明確に分けられた。ここから小瀬川が、国分けの川となり、両国の利害をめぐって、たびたび紛争が起こった。最も頻繁かつ大きく争われたのが、境界確定紛争であり、その原因は、川口部は、 小瀬川流域の中で最も高地が多く広大な干潟や磯があった。大竹、脇の両村はそれまで密接な関係にあったため土地の多くは両村の共有関係にあった。小瀬川川口部の三角州は当時いくつかの川筋があり洪水のたびに地形を変えていた。秋川の資料によると江戸期に21回境界確定紛争があった。この紛争中、 両藩は政治的配慮から小瀬川本流から農業用水を取水せず、支流からの取水に止まった。共和元年、秋、長州両藩によって和解が成立し、今日は二年境界水路を掘作する工事が行われ、水路の中央が境界となった。ここから小瀬川本流からの農業用水取水が始まった。また、ここから両藩による干拓工事が進み、 河口が沖側へ移っていった。これで川口部の堤防砲線が現状のように固まった。幕末第二次長州征罰時、この地での戦闘は芸州口の戦いの発端となった。近代に入り、両岸は広島県、山口県それぞれが管理した。現代に入り、枕崎台風、肘地谷台風、ルース台風によって甚大な被害が発生していた。 また加工にコンビナートが整備され多くの工場が誘致された。ただ小瀬川の川水を必要とする企業の推理、希望量が小瀬川の滑水流量を大幅に上回ることになり、分配量をめぐって工場を誘致した広島、山口両県の意見が対立した。そこで建設大臣裁定に持ち込まれ、昭和33年両県の使用水量分配が決定された。 また両県から建設省に工事を委任という形で、治水、利水目的の多目的ダム、小瀬川ダムが昭和39年に竣工した。このダムは両県が管理しており、複数の都府県が共同で管理する日本唯一のダムである。昭和43年一級河川の指定を受け河口から 10.7km は国の直轄管理となった。河口の山口県は基調は、 岩国市と市町村合併の話があった。それを受け入れなかったのは、和議が安定した法人税収が入る工場長であるためであり、また広域生活圏としては岩国市に包括されるが、買い物や交通など日常生活圏は、小瀬川の対岸にあたる大竹市と密接な関係にあるためとされる。最古の洪水記録としては、文明14年6月に大洪水があったと。 日本文化史年表にある。原告遠隔詩によると、中世までの大瀬川は、現在の大竹市の北山六に沿って流れ、河口は、現在よりも北側にあり、現在の河口である大竹と、和際一続きであったという。その後、繰り返す洪水によって、現在の川筋が移行し、現在の川口部が形成されたという。佐賀大竹式の2は 西国街道の渡し場付近で、広島藩初代藩主福島生息により護岸整備、されたとする伝説が残っている。大竹市に、源那十年軍部に手帳、寛永、教皇八年筑井日りとあり、大竹式の一丁目に、石組で築かれた堤防が残っている。藩政時代、川口で、長州藩、広島藩別々に干拓工事を進め、そこで堤防が築かれた。 この堤防は特に17世紀に暴風雨で決壊した記録が残る。これは当時土木技術が稚拙であったため、決壊し復旧しようとするものの日数がかかったため、出来上がらないまま風雨により決壊するということが繰り返されたためと考えられている。廃藩置県後、両国は山口県、広島県となり、両県が川の両岸を ほほ二分して、別々に近代的な治水事業を行った。ただし、河川法制手前であり、県の予算が少なかったため部分的にしか行われておらず、民間個人による護岸整備が多く行われていた。洪水災害はそれ以前と比べて抑止できたものの、大型台風には無意味であった。明治元年から昭和20年までに発生した。 風水害は大きなものだけでも20回を超え、対策は、その復旧工事にのみ裂かれ、抜本的な解決には至らなかった。また、流域の山林が乱抜なまま荒廃していたため、災害が発生しやすい環境にあった。昭和20年枕崎台風によって、甚大な被害を受けたものの太平洋戦争後の混乱期のため復旧は進まず、そこへ昭和26年、 ルース台風によりまた甚大な被害を受けた。これを受けて山口、広島両県による本格的な改修工事が始まった。また両県は小瀬川ダム工事を建設省に委託し昭和39年6月に竣工した。小瀬川ダムは現在でも両県による共同管理となっている。昭和39年に現行の河川法制定。 昭和43年一級河川の指定を受け河後から1 0 7トルは国の直轄管理となった。昭和44年建設省により、大瀬川水系工事実施基本計画が策定され、それをもとに八坂ダム整備が進められた。平成17年平成17年台風第14号において、流域の羅漢山雨量観測所で観測史上最大の非雨量を記録し、 上流域においては大きな被害が発生した。ただ八坂ダム下流においては洪水調整が機能し被害はほとんどなかった。近代までの主な水利用は農業用水、紙すき用であった。ただ近世においては広島、長州両藩の境界確定紛争のため本流からの本格的な取水はなかった。和解後から取水が始まり、天保年間に下流で 農業用水を取水するために中市関が整備された。これは改築しながら、現在も用いられている。近代から現代にかけて、急速に工業化が進んだことで、工業用水、そしてそれに伴い人口を増加したことで、浄水道用水などの都市用水の利用が増大した。かつては、約5年に一度取水制限を実施していたが、八坂田無完成後は、 平成6年以外は実施されていない。現在最も取水量が多いのが発電用で流域内6発電所、流域外1発電所により最大3万キロワットを電力供給している。工業用水としては大竹脇の臨海工業地帯に供給されている。水道用水は広域水道として広島県側が大竹市、廿日市市、埼区 山口県側が岩国市有町、柳井市、須訪大,大島町、上野関町、田伏町、平尾町に供給されている。かつては川口から牧尾の浜まで河川収運が発達し、木材、薪、木、木炭、そして紙などの産物を沿岸側に運んでいた。大正期に笹形にまで川床掘削し、中流まで収運が到達していた。そこへ、 道路網の発達と陸上輸送への移行により周運は消えた。下流には西国街道があったが、都下には船が用いられた。1880年に国道に指定されると、より沿岸側に通ることになった。西国街道時代の渡し船は、1921年に両国橋が架橋したことにより閉鎖されたと考えられている。また、 江戸末期の第二次長州政党の時期に、下流の山和橋付近に土橋があった。現代において、国道2号、山陽自動車道、山陽本線、山陽新幹線と主要交通網が下流部に集中している。防災関連。ありがとうございます。